Quando una cosa lì, diciamo, ci sarà anche volendo a proprio giusto.背后有秘密，你玩着后呢？ 这是发生什么？对吧？直接出来了。 这还有室外场地，好嘛，要下去。 有什么说道吗？请上去，这位先生，你去干什么呢？ 看不到啊，看不到啊！是啊，被发现了，看不到。
お姉ちゃん。ベラー、目が覚めたよね。ここ一体、いや、それよりもレラ、落ち着きなさい。まずここは私たちの組織トレリックの基地の中よ。気絶したあなたをここまで運んできたの。レナさんとクリスタルと融合してあの場所に封印されてしまった。どういうこと、レナは死んだの？死んではないけど、あの状態だと生きてるとも言えないかな。そんなの死んでるも同然だな。ちょっとまだ動いたら、私のせいだ。私がもっと強ければレナを守れたのに。あなたに必要なものを教えます。それは偉大な遺物ですよ。え、フェニル中佐、なぜここに？偉大な遺物があればあなたの妹は助けられる。それを彼に伝えにね。その偉大な遺物というのも一体？ちょっと、また倒れてしまいました。まあ病み上がりなのに無理するからですね。次に目を覚ましたら何か食べさせて訓練室に連れてきてください。訓練が始まるよ。悲しみのあまり食事も喉を通らないかと思ってたけど、そんなことなかったみたいね。悲しんでる暇なんてないもの。それでここは何をする場所なの？よろしく新人くん、調子はどうですか？いいですか？いいですよね。では早速。あの新人って、私仲間になるなんて一言も言った覚えはないけど。がーん、そうですか。まあ妹さんを助けられる偉大な遺物についてそんなに知りたくないというのなら仕方ないですね。では私はこれで。待って、分かったわよ。喜んで仲間になるわ。それで私にこれから何をしろって？お分かりいただけて何よりです。さて、あなたは妹を救う方法について知りたい。そうですね。けれどこちらとしてもいきなり全てをお話しするわけにはいきません。だってほら、私たちっていわゆる特務機関なので、どこの誰とも知れないよそ者には情報を明かせないというか。陣容を調整しようか。流れはすぐ新しく出発だ。ちょっとだけ実力を見せてあげるわ。また失礼千万ですが、まあいいでしょう。具体的に何が知りたいのですか？そうね、そもそも偉大な遺物というのは一体？その質問に答えるには、そうですね、まずはこれを聞かなくてはなりません。あなたはエコークリスタルの特性についてどの程度ご存知ですか？何かと何かを融合させる力があるってことくらいは。その通り、一般的な物理法則を無視して無機物だろうが有機物だろうがクリスタルを通して融合させることができます。それがエコークリスタルの特性ですね。この特性を用いれば、角に満開の花を咲かせる鹿、甲羅にきらめくクリスタルを輝かせる亀、なんてものも生み出せてしまうわけです。他にも、あなた思いの病弱な少女をクリスタルと融合させたり、などもですね。中佐、無神経ですよ。と、申し訳ありません。非常に興味深いケースだったので、つい。さて、クリスタルを用いて融合させられた2つの物質は、現代の科学技術では決して元の状態に戻すことはできません。ただ、偉大な遺物だけは例外です。あれには物質を分裂させる特性がありますからね。そう、それこそがあなたの妹を救う唯一の方法というわけです。とにかくそれがあればレナは助かるので、どこで手に入るの？おっと、サービスタイムはここまで。これ以上の情報はあなたが力を示してからにしましょうか。中間補給を受け取ってね。招待メンバーの作戦能力を上げるには増幅アイテムを使う必要があるよ。谢谢广大简一小腻拍摄小腻，最后别忘了点赞关注评论收藏投币。